優等生が悩んでる悪ガキを励ましてみた。Hey! ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ。ナイフみたいに尖っては触る者みな傷つけた。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってった。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら不良と呼ばれたよ。ナイフのような思考回路、持ち合わせるものみな傷つけた。ああ分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか。私も大概だけど、どうだっていいぜ、問題はない。